要点をコンパクトにまとめた聞き流し日本史シリーズ、今回は家綱から家継ぐの政治について扱います。まずは家綱の時代につながる家康から家光の時代の重要な背景について説明します。この時代は戦国時代に戻らないために様々な仕組みを整えました。戦国の秩序を一新するため、幕府は強い姿勢で諸藩に働きかけていきました。後継ぎ問題においては末子養子を禁止しました。末子養子を禁止することで大名の力を削いでいくことや、忠誠心のない者が藩を継ぐことを防ごうとしました。末子養子は人生の最後で急いで後継ぎを指名することです。後継ぎは事前に幕府に登録する必要がありました。この時代いきなり死ぬことはまああることでした。落馬するとか急病とか、幕府に忠誠を尽くしている大名が手順を踏んで決めた後継ぎならば引き続き統制が取れそうだけど、そうでないポットでの後継ぎは謀反を起こすかもしれないということで、事前に決めた後継ぎ以外は認めないという末子養子の禁という政策を家光の時代に出したのでした。後継ぎのいない藩は取り潰され、藩が解散します。そこで働いていた家臣たちはリストラです。主君がいないということは、今でいう給料のような俸禄がない状態で浪人と言います。家光の時代は取り潰される藩も多く、使える主人のいない浪人という武士が増え、社会問題化します。よく似た言葉に同じ音で浪人があります。今でも浪人生とかで残っている言葉ですが、これは武士に限らず戸籍に登録された地を離れて他国を放浪しているものです。江戸中期にはさっきのリストラ武士の浪人が不老者の浪人と呼ばれるようになりました。まあ、似ているので注意してください。さて、三代将軍の家光が死去すると家綱が四代目将軍に就任します。家綱は11歳です。成人が早かったといってもまだ幼かったため、叔父の会津藩主保科正行や譜代大名が家綱を支えました。家綱の時代、お隣中国も清が成立し、東アジア全体としてとても平和な時代です。先ほど社会問題化していた浪人の話に戻ります。彼らは主君を持たない武士なので、やがて幕府転覆を計画する者が現れます。それが1651年に起きた由井正雪の乱です。慶安の変とも言います。この幕府転覆計画は失敗してしまいますが、浪人が増えていく状態を放っておくのは良くないので、対策として末子養子の禁を緩和し、まずは取り潰される藩が少なくなるようにしました。また63年には殉死の禁止を命じます。これまで主人と家臣の関係は人と人との関係でした。主人が死ぬと家臣は切腹などをしていました。これは藩だけでなく幕府でも起きており、優秀な人材が失われ、政治にも影響します。そこで殉死の禁止により、人と人の主従関係だったものを家と家で主従関係を結んでいくように定めたのでした。これによって主人が死んで息子の代になったら、家臣がわしが天下を取ってやるみたいな下克上がありえなくなったのでした。この時期の大事なこととして、1657年の明暦の大火があります。出火の原因から振袖火事とも言われます。江戸は火事が多いのですが、江戸の6割を焼き尽くし、特に被害が大きかったので覚えておきましょう。あと戦がないといっても藩の財政に余裕はなかったため、藩の中には儒学者を顧問に藩の政治の改革を行う藩主もいました。その例として暗記するのは、岡山の池田光政、会津の保科正行、水戸の徳川光圀、加賀の前田綱紀です。岡山の池田光政は静谷学校を設けて熊沢万山を招き徴用しました。熊沢万山はまた花畑教場を設けました。会津の保科正行は山崎安西に朱子学を学びました。水戸の徳川光圀は江戸に商工館を設けて大日本史の編纂を開始し、清から亡命してきた儒学者の朱舜水を受け入れます。朱舜水は清が成立するときに中国でいろいろあって日本に亡命し、大日本史を編纂する過程で生まれた水戸学に思想的影響を与えたとされる人です。大日本史は1657年編纂開始、1906年完成の200年かけて作ったすんごい歴史書です。神武天皇から南北朝統一までの五胡松天皇までの歴史がまとまっています。前田綱紀は朱子学者の木下淳庵らを招いて学問の振興を図りました。では五代目将軍徳川綱吉の時代に入ります。この時代は元禄時代と呼びます。綱吉は生類憐れみの霊が有名でインパクトが強いため、政治的な印象として良くないかもしれませんが、家光が叩き込んだ儒学の教えを実践した将軍でもありました。綱吉は家綱の弟で家光の息子でした。
四代将軍家綱は病弱で早くに亡くなり、世継ぎもいなかったため、館林藩主になっていた綱吉が五代目将軍となりました。将軍になるために尽力してくれた堀田正敏を大老に任命しますが、堀田正敏は暗殺されてしまいます。その後、蕎麦用人の柳沢義康が堀田の代わりに綱吉の政治を支えました。そのため綱吉の政治を蕎麦用人政治とも言います。1683年、綱吉の代替わりの武家諸法度天和令では、主君に対する忠と父祖に対する孝、それに礼儀による秩序を一番に要求するように決めました。この考えに基づいた4代家綱から7代家継までの政治を文治政治と言います。文治政治は儒学の教えに裏付けられており、綱吉は儒学者の木下淳庵に学び、湯島制度を立て、林奉公は大学の神に命じて、儒教を重視しました。儒学の教えの一つの礼儀を重んじる考えから、天皇や朝廷に対しても朝廷儀式の復活や、天皇領の金利御領を増やしたり、朝廷と幕府の関係を良好に保つように働きかけていきました。一方で儒学の教えに反するような行動をとる者には、容赦なく切り捨てる行動も起こしています。忠臣蔵で有名な赤穂事件が起きます。江戸城内で赤穂藩主の浅野長典が朝廷関係の儀礼を司る旗本の吉良義仲を切りつけた事件です。綱吉は朝廷からの使者をもてなしている最中だったため、浅野長典の場所柄をわきまえない行動に激怒し、浅野家は改易となりました。そして綱吉は仏教にも帰依し、1685年から20年にわたり生類憐みの令を出して生き物を殺すことを禁じました。生活のためにやむを得ない漁師などの仕事は公認され、動物だけでなく捨て子を禁止にしたり、病人に限ってはカゴに乗っても良いなど福祉政策的な一面もありました。そして神道にも影響され、仏規令を出します。死や地を忌み嫌う文化を作り出しました。今でも喪に服したり忌引という制度でこの仏規令の影響は残っています。綱吉の時代は幕府財政にも変化のあった時代でした。豊かだった鉱山収入の佐渡金山などで金銀の産出量が減少し、財政収入が減ります。江戸の6割を焼いたと言われる明暦の大火のため、江戸城や町の再建費用などにより幕府財政が破綻します。そこで勘定吟味役の荻原重秀は収入を増やす方策として貨幣の改鋳を提案します。綱吉はこれを採用し、金の含有率を大幅に減らした元禄小判を発行します。これによって物価が上昇し、人々の生活を圧迫します。さらに1707年には富士山も大噴火してしまい、さらに財政を圧迫する事態となっていきます。ちなみに元禄小判の発行の際に金の含有率が約 86% から約 56% までに減りました。綱吉は儒学を重んじて様々な政策を打ち出して、武力で成り上がっていく風潮を完全に否定し、身分格式や儀礼の知識、役人としての事務能力が重視される時代を作り上げました。綱吉の死後は六代将軍徳川家信によって生類憐みの令が廃止されます。朱子学者の新井白石と蕎麦用人の真鍋明房と共に政治の刷新を行いました。これは聖徳の政治と呼ばれます。しかし家信は将軍になってわずか3年で死んでしまい、息子の家継が7代将軍になったのは3歳の時です。そのため引き続き新井白石らによって幕府政治が行われることとなりました。新井白石らは3歳の家継の地位や権威を高めるために天皇家との結びつきを強めました。2歳の皇女と婚約をまとめたり、官員の宮家を創設したりしました。朝鮮からの日本宛ての国書の宛名を大君殿下から日本国王に改めさせるなどもしました。大君よりも王の方が上です。日本国王というのは日本で他に並ぶものがいないという意味です。そして含有率が下がったことで物価上昇を招いた元禄小判を改め、以前の小判と同様の含有率の聖徳小判を発行します。物価上昇を抑えようとしましたが、度重なる貨幣交換は混乱を招くことにもなりました。長崎貿易での金銀の流出対策では1715年に開白御師神令を出します。秦の船は年間30隻、銀高にして6000貫、オランダ船は2隻、銀高3000貫に制限しました。今日はここまでです。次回は江戸の経済発展について扱います。お疲れ様でした。